ヨークのイギリス国立鉄道博物館に保存されているホスター・ラストリックカンパニー製の蒸気機関車、エイジのリア・ホスター・ラストリックカンパニーはイングランドの葬式の蒸気機関車メーカーの一つである。現在はウェストミッドランズに位置するウスターシャーのスタウアブリッジを拠点としていた。鉄鋼業者のジェームズ・ホスターと技術者のジョン・アペス・ラストリックが1816年に パートナーになり、1819年に会社を設立した。ラストリックは1829年のレインヒルトライアルにおいて、審判を務めた一人であった。この会社では4両のみ機関車を製造した。いずれも垂直シリンダーを過失の両側面に備え、そこから2連の同輪のクランクピンと結ぶ、グラスホッパービームとコネクティングロッドを備えていた。しかしこれらのうち、 1828年に製造されたスタウラブリッジライオンはアメリカで試験運行された最初の蒸気機関車であった。この機関車と他の2両、デラウェア、ハドソンはイングランドに調査旅行に来ていたデラウェアハドソン運河の主任技術者が同社向けに発注したもので、1829年5月にニューヨークに到着したが短期間試験に用いられたのみであった。 4番目の機関車、エイジのリアは、スタッフ,フォードシャーのキングスウィンフォードにある、ダドリー白爵のシャットエンド炭鉱鉄道で、使用するために製造された。重量は11トンで、2軸の動輪を備えその直径は4フィート4分の3インチ、2個のシリンダーは直径8.5インチ、工程は36インチであった。エイジのリアは、同軸の機械的な潤滑を使用したおそらく最初の、 機関車である。当社製の最初の3両の機関車と異なりこの機関車は長く使われ、1864年頃に運用終了した。1884年にロンドンのサイエンスミュージアムに展示され、現在はヨークのイギリス国立鉄道博物館に永久展示されている。ホスター・ラストリック・カンパニーは蒸気機関車の葬式を支えた会社であったが、 1829年にジョージ・スチーブンソンによるこれ以降の蒸気機関車時代の模範となるロケット号が登場するとその設計はすぐに時代遅れのものとなってしまった。機関車製造を終了して会社は1831年6月20日に生産されその資産は鉄鋼場でいくつかの炭鉱を保有していたスタウアブリッジの鉄鋼所。 ジョン・ブラッドリーカンパニーに吸収された。この会社はこの時点ですでにジェームズ・ホスターが主要な所有者であり、1832年以降は単独所有者となっている。ダウンデス・ロードにあるスタウア・ブリッジ・ライオンやエイジのリアを製造した当初の工場の建物は現在も建っているが2004年の火災により崩壊寸前の状態となっている。2012年から 新設する隣接建物とともに、スタウアブリッジにおける医療施設を収容するための再開発が始められており、ライオン医療施設と名付けられる予定である。ありがとうございます。